一緒にやっていきたいなと思います。おはようございます。今日はつっちゃんとデートの日です。デート前のお化粧をしていきたいと思います。ちょっと化粧変えたらなんかめっちゃなんか好評で、動画とかでもコメントでなんか雰囲気変わったとか言われるようになったし、おーってなってるので、そのメイクをちょっと一緒にやっていきたいなと思います。ファイトファイト。そして昨日あなたに言われた、エイリー化粧してる時と顔が違うよねって言葉は私の心に突き刺さっております。なんでよ、メイク上手になったねっていうことだと思っていますが。あ、そうよ。いや、悪い意味じゃなくて、本当にこうしてる時としてない時って違うんだなってふと思った。スプーンも可愛い？うん、可愛いよ。スピンも可愛いって言ってくれててさ、スピンは可愛いっていうか、スピンはスピンでエイリーらしさがあっていいなと思うよ。褒め方上手かよ、それイケメンの褒め方だわ。それはイケメンだわ。はい、ではお化粧していきたいと思います。前が見えないのでコンタクトを入れていきたいと思います。コンタクト前なんかちょっと緑のやつ使ってて、この間この化粧しますみたいな動画で、それのめっちゃ茶色を買ったわけね。このこいつ茶色を売ってなくていいが欲しかった、この緑が。おお、片目入れるだけでも雰囲気違う。ちょっと違う色入ってる方が大人っぽく見えるかなと思うけど。前が見えますこれ。昨日さ、人生最大に嬉しいことがあって、なんと生徒さんがドライブ中に急に、ねえエリー、俺エリーのこと結構好きだよって言ってくれて、めっちゃ嬉しいと思ったんだけど。下地塗っていきます。こんなさ、年上のさ、全然いつもさ、いたずらばっか言ってきてさ、好きなんてほとんどエリが言っても返してくれないような男の人が、ん？自分からエリ好きだよってまさか言われると思わないじゃん、そんな。しかも急にもう叫ぶよね、車の中で。嬉しいって言ったら、あの人1万日に1回なって言って、どんだけ言わないか、言いたくないか、ツンツンしすぎだろって話をしてたら、なんかでも愛情表現って大事だよねみたいな話にお互いになって、まあ、生徒さんも愛情表現が苦手な人だけど、エリが言ってるのを見てすごく伝えられるようになってるっては言ってたから、次カードスイーダー行ってきます。同棲して3年、付き合って3年、分からんけど、まあ、ぐらい経って、もうこんなして生徒さんと仲良くわわわ好きだよ好きだよってやっていられるのは、だってちゃんと相手に自分の気持ちを言葉にしてるからだろうし、なんかお互いにね、そうやって大切にできてるからなんだろうねーっていう話を昨日生徒さんとしてた。やっぱそうやって生徒さんがこうなって今2人でいれることでも幸せだよねとか、今あることが当たり前じゃないってあの人が思ってる人だからこそ、なんかよりも、あ、そっか、生徒さんと今一緒にいれるの当たり前じゃないんだ、この人のこと大好きで毎日言わなきゃーみたいになるから、なんかそれがなんかずっと好き好きって言っていられる理由なんだろうなってなんか昨日ふと思った。どう思いますか、先生。3年間も付き合って好きで位置づけられる理由は、うん、多分あれだろうねって、お互い、あ、お互いが、セットさんがなんか今当たり前じゃないよって、毎日一緒にいられること当たり前じゃないし嬉しいねっていうのを話してくれるから、そうやって毎日毎日一日今あることに感謝できるから、お互いこの3年以上もお互いに好きだよ大切だよって言えるような仲いい関係なんだろうねって。なるほどね、うん、まあ、それはあるかもしれない ね大事だよね、そうやって言い合えるの。すごい贅沢ができるとか、それ上を求めたらなんかこうね、どん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 、うん、綺麗やないけど、今あるものにはね、幸せって感じられたら、すごく幸せだなって日々送れるなるさ、そういうことさ。スーパー入りそのおかげで幸せで。次、シェーディングです。キャンメイク東京。シェーディングはここだけにします。じゃあ、エイが自分の顔ホームベース型だから、ちょっとこれ、ね、ここ選んで、ね、今度はハイライトも、あ、ここ、なんだよ、セダンってよ、ここら辺に。ハイライトは正直なんか今までやってこなかった。動画を通してみるとマジでハイライトあるのとないのと違いすぎて、なんかちゃんと塗るようになった。チークですね、これも買いました。もう買い揃えまくりよ、お金かかるよ化粧品、本当に女の子ってことはお金がかかるんですよ。
チークはここ、なんかちょっと顔が離れてるから真ん中に寄せるよりここら辺に。すごい、女の子ってすごいな、本当に。可愛くなろうってこうやってさ、いっぱいお化粧したりさ、すごいと思うよ、本当に。これも買ったよ、キャンメイク。パウダーとかも使ったことなかったし、最近この前の化粧した動画の後にそのそういうなんかいっぱいセザンヌとか、あノーズシャドウやってね。鼻はここちょっとノーズシャドウやっていきます。そうだから前回の動画の時から化粧品をいくつか買って、結構濃いよね、見て。じゃいくらプチプラといっても5000円ぐらいするじゃん、ね、安くてもね800円とか500円はあったらいい方だよねみたいな感じじゃん。女の子マジすげえよ。あ、いい感じ、いい感じです。ここな、いい感じだ。これ、あげる、お母さん。あれどこに、ということで、今度は何するんですか、エリー。アイシャドウ、アイシャドウいっぱい短縮ね。え、やば、持ち方下手くそすぎ。最近アイシャドウを一番変えてて、もうそもそもね、オレンジベースにしたんだよね。なんかね、あーやばい、血についてる。で、こっちはここら辺、目頭塗って、目頭強く塗って、外側薄く残りのやつで塗って、で、もっと残りをこの、こう、この際に入れて、ちょっと、影みたいな感じで出すっていう。そしたらオレンジがベースでしょ。そしたらまたオレンジ、それより暗いオレンジみたいなのをよく言う目の3分の1に塗って、目の目尻3分の1にポンポンって。いい感じです。かわいい、かわいい、オレンジかわいい。それとあれ、時間があるからいつもやらないことやっちゃおう。いつもやらないこと、ああなんか挑戦しようみたいなこと。はい、はい、じゃ時間があるからいつも掃除しないとか、あちょっと時間あるからちょっと掃除しとこうかなとか、掃除したりとか、はい、片付けやったりとかして、結局蓋開けたら同じ時間。はい、アイライン。時間が悪い。時間も悪くない、何も悪いことしてない、時間は悪くないよ。こうやって喋ってるとまた遅くなるぞ。だから喋らないで、喋らないでください、はい、集中、はい集中。そっちから喋りかけてきたの。でなんかアイライン、アイメイクしてから眉描いた方がなんかバランス取れるよってやったから、最近はちょっと眉を後に、まずペンシルですね。眉毛さ、この眉毛サロンとかさ行く前まではさ、全部なんだろう、眉頭とかもさめっちゃあれで描いてて、このペンシルでめっちゃ眉頭とかも描いてて、もうそんなんやったら自然な感じとか描いむやん。めっちゃなんか描いてますみたいな感じだったんだけど、なんか自分ってそういうことも分かんなかったんだなってなんか改めて感じさせられる。はいはい、どうしました。ドライヤー一緒に使っていいですか。ドライヤー使いたいですか。はいはい、どうぞ。使います。はい、どうぞ。天使ですか、もしかして。天使か何かですか。いえ、天使じゃありません、ミミです。ということで、眉マスカラ、あれ、あ、眉マスカラしていきます。今のメイクもエリが数年後に見たら、エリやば、あんな化粧してる、超なんかへーみたいな言ってるかもしれないし、まつげマジなくてから、まつげって大事じゃん、めっちゃ女の子の目の中で。こっち見てニヤニヤするな、まつげがないって言うだけで。で最近このね、まつげがない悩みがわかんか、うるさ。ちょっと動画撮ってるから黙ってもらっていい。怖で、これをマスカラを買ったんだけど、新しくね、もうやばい、いい、もうすごい、なんか言葉では言い表せないぐらいすごい。見て、やばくない、右と左の違い、右、こっちが塗った方が見てない、見て、やばいよね、マスカラ。しかもこれ夕方とか塗ってもめっちゃ黒いの
みたいな感じで上がってるから、こんなエリのないまつげをこんなにも伸ばしてくれて、くるんってしてくれて、君は天才ですかみたいな状態になって、文字一番書いてよかったもの最近ナンバーワン。下地も塗った、エリもう下地も塗った、絶対塗ってないよね。マスカラ下地も塗るの忘れてしまった。全然違うのにマスカラ下地塗ってんのと、だから違うのが今日雰囲気。まあいいでしょう、許そう。で、リップは最近話題のリップモンスターのやつのこのベースを買いました。見て、ピン、黄色なんだけど、めちゃめちゃ塗ったら結果黄色、めっちゃ黄色じゃない、これに塗ったらロマンだな。なんか黄色がベースになるからめっちゃ色入って、エリー結構唇色つかないのよ。はい、ということで一旦一応化粧が終了したのでお着替えしていきたいと思います。で、こんな感じでちょっとここに化粧入れてたりとか、ちゃんとノーズシャドウとかハイライトってるからキラピカリンだしっていう感じです。私のこれが化粧です。ええ感じやん、やば、ええ感じやん。ちょっと着替えてきます、デートなんて。はい、夏はですね、私はタトゥー見せスタイルがね、可愛いなと思って、見てほら可愛くない、タトゥー、これをちょっとこんなやつでチラッて見えるぐらいの。それでは早速彼氏を呼んでみたいと思います。彼氏、彼氏おで、はい、お菓子食べてる。ちっちゃいね。可愛い。うん、可愛い可愛い。ちょっと。ないね。可愛いよ。顔違うやっぱ。化粧してない時と、うん、うん、全然違う。本当？そんなに違う？違うよ。全然違うよ。いい感じでしょ。いい感じ。ちょっと。ちょっと俺お菓子食うのに忙しい。やばいだろ。お菓子食うのに忙しい会社どっかに行ってしまいました。はい、ということで私のこれが最近のお化粧でした。ということでこんな動画もたまにはエリの喋りたいだけの動画ですが、お付き合いいただければ嬉しいです。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。これが違う、ここじゃない。